こんにちは、アサミコーティングチャンネルのアサミです。本日は田舎の洗車屋さんとコラボということで、視聴者様にプレゼント企画を用意しております。アサミは田舎の洗車屋さんは好きなメーカーで普段から使っていて全種類持ってるんですが、今回はその中から田舎のウィンドウという窓ガラスの油膜を取りながらコーティングも同時にできちゃうめんどくさがり屋にぴったりの一石二鳥なコーティング剤を今回特集していきます。プレゼント企画の方は50ミリ入りのお試し版が50名様分、皆さんにぜひ使ってほしいということで田舎の洗車屋さんにご用意していただきました。動画の最後に応募方法をお伝えしますので、ぜひ最後まで見てほしいかな、そして応募してほしいかな、西野かなって感じです。いい。はい、そしたら田舎のウィンドウ特集の方やっていきまー。昨日おばたのお兄さんか。本日は近所の方のホンダのエディションをお借りしてきました。フロントだと背が高くて撮影もしにくかったのでリアガラスでやっていきます。マスキングで半分に分けて右側に施工していきたいと思います。まずは窓の大まかな汚れを取っていくんですが、水拭きで拭くだけの簡単洗浄丸でいきます。それトイレにポンって入れたら泡立つやつやんけ、はにゃ。シャンプーしてもいいんですけど、ボディが濡れちゃうので、アサミはこのやり方でやってます。スモークになってるので見にくいんですけど、表面の汚れは取れたけど、鱗はありますね。鱗や油膜を除去してからだったら、バチバチに弾くようになるのは、それは当たり前だのクラッカー。どうも、前田ですって感じなので、何も下地処理をしない状態からの田舎のウィンドウを施工したらどうなるのかを見ていきましょう。水弾きの方はご覧の通りで、普段はたまに洗車機にぶち込むくらいとのことなので、でこの検証にはうってつけかなと思って撮影の方をしております。ガラス面に水気が残っていると田舎のウィンドウの効果が薄れちゃうので、しっかり拭き取りをしていきます。田舎のウィンドウを施工する前にこちらのニトリル手袋をしてから作業に入りたいと思います。田舎のウィンドウは色が緑っぽくて、素手でやるとこんな感じで手についてなかなか取れなくなるので、手袋はした方がいいかなとアサミは思いましたね。枚数にもよりますけど、50枚入りなら1000円から2000円あれば買えると思いますし、そんなに減るもんじゃないし何回も使うことがあると思うので、持ってると便利かな、西野かなって感じです。いい。施工用のクロスも使い捨てのがあるととても便利なので、アサミはホームセンターとかで売ってるやつを使っております。そしたらお待ちかねの田舎のウィンドウを施工していきます。スプレーノズルはオンオフがついてて、キャニオン社のスプレーノズルなので噴射もしやすく、耐薬品性能も高いスプレーになってます。油膜落としとコーティングのハイブリッドなので、一応よーく振ってから右面はあえて窓に直接多めにプッシュして施工してみたいと思います。多い方が効果が高いのかなという疑問でやっております。さっきの使い捨てクロスを使って縦横で塗り込んでいきます。拭くというよりは擦り込むような感じでアサミはやってますね。ぐるぐる回しながら施工するのも全然ありだと思うので、そこはやりやすいやり方でやってもらえればいいのかな、西野かなって感じです。いい。こんな感じでタオルの色が緑になります。緑は田舎のウィンドウの色なんですけど、黄色っぽい茶色っぽいのは油膜汚れですかね。そしたら裏面の綺麗な面で拭き取っていきます。裏面で拭く理由としましては、モヤモヤしてるのがわかると思うんですけど、拭くとまだ緑色がつくので窓用のクロスをあんまり汚したくないからです。使い捨てクロスはガンガン使えてポイポイ捨てれますからね。ポイポイポイポポイポイポピーはにゃ。裏面の汚れ具合はどうですかね。多めに塗ったせいか、まだ結構緑色になりますね。仕上げに窓用クロスで拭き上げをしていきます。使ってるのはながら洗車さんのワッフルタオルです。毛がつかないし、すっきり拭けるので、窓を拭くのにかなり重宝しております。仕上げ拭きをすると、かなり透明感が出ましたよね。そしたら早速撥水の方を見ていきましょう。どうですかね。施工した右側は、かなりパラパラな強撥水ですよね。乾燥時間とか硬化させたりとか待ち時間もなくすぐ水かけて大丈夫なので、そこも気軽に使えていいんじゃないかなとアサミは思います。施工した面を拭いてみると筋も残らずすっきりしてる感じがありますね。左側も拭き取りの方をしていきます。撥水してない窓を拭くのって拭いても水が残ったりして大変だったりするんですけど、上からゆっくり拭いていけば水が残らないので、もし試したことがない人がいたらぜひやってみてください。今度は3プッシュだけクロスにスプレーして、さっきより少なめでやってみたいと思います。こっちの方が関係ないところに飛散したりするリスクも少ないので、クロス面にやった方がいいかもしれないですね。さっきと同様に塗り込んでいくんですが、さっきみたいなモヤモヤがあまりないですね。これで効果が変わらないなら施工もしやすいしコスパもいいし少なめの方がいいですよね。当然ですけど施工したクロスの色も薄いですね。
ほぼモヤモヤも残ってない感じなんですけど、先ほどと同様に裏面でも拭いてみたいと思います。ご覧の通り裏面はほぼ色変わってないですね。そしたら右側で施工した時のクロスと比べてみましょう。右の方が明らかに黄色っぽい色になってますよね。量が多い方が施工はしにくいけど、油膜などの汚れ落とし効果は高いのかなとアサミは思いましたね。あとは気になるのは撥水の方だと思うので、違いがあるのかどうか水をかけて確認していきましょう。どうでしょう。長嶋監督のモノマネをする神奈月か。やっぱり右の方が撥水が強い感じがしますけど、どちらもバチバチですね。日頃のメンテナンスぐらいの感じだったら、左のやり方で十分なんじゃないかなと思いますね。あとは重ね掛けしたら変わるかなと思って、右側だけもう一回施工していきたいと思います。1回目でしっかり油膜が取れたおかげか、2回目はクロスが黄色っぽくならなかったですね。耐久期間は下地が悪い状態からでも1ヶ月ほどはあるので、定期的に施工していれば楽に綺麗を保てるんじゃないかなと思います。触った感じもサラッサラで、サラッサラーのサラサーティーって感じですね。右側が2層やってある撥水がこちらですね。まあもうすでに1回で最強レベルにパラパラな撥水なので、 1,2,3,4,5,6 全身するのが大事よって感じですね。はにゃ。施工してみた結果としましては、そこまで量が多くても少なくても大差ないので、クロスに少なめにスプレーして、あんまり燃やらない感じでやるのがいいかなと思いましたね。それでもし納得いかなかったら、もう一度施工してみるって感じでいいと思います。値段の方が 300ml 入ってて4980円と、なかなか高いんですけど、すぐなくなるもんでもないし、初期投資は高いけど、あれこれ買うの面倒いって方にはぴったりかなと思います。もし気になった方は、ぜひ今回のプレゼント企画のお試し版の方を応募して使ってみてほしいですね。最後に耐久性の方も見たかったので、ながら洗車さんのマルチクリーナーで洗ってみたいと思います。中性ですけど、そこまで強くない簡易コーティングぐらいなら落とせるぐらい洗浄力があるので、今回はこちらを使ってみます。これで落ちなかったらなかなか優秀だと思いますね。流してみても全然ビクともしてないですね。フロントだとワイパー使うので耐久性悪くなっちゃうと思いますけど、こんだけバチバチなら全然ありですね。油膜落としとかわざわざやるのアサミは面倒いので、忖度抜きでおすすめですね。アサミ嘘つけないので。はい、ということで検証も終わったところで、アサミのマーク X に田舎のウィンドウを施工しているとこを流しながらプレゼント企画の話をしていきますね。冒頭でも言ったんですけど、今回田舎の洗車屋さんのご好意により50名様分50ミリ入りの田舎のウィンドウのお試し版を用意しております。応募方法なんですけど、フォームとか作ってやってみようかなとも思ったんですけど、今回は X 旧 Twitter のアカウントを概要欄に載せておきますので、ここから DM で応募とさせてください。応募条件なんですけど、ここまで動画を見てくれた方にプレゼントしたいので、キーワードを設けたいと思います。アサミといえばこれってやつにしたいので、キーワードは西野カナにしましょうか。チャンネル登録の方もしてくれる方のみとかにしてもいいんですけど、多くの方に使ってほしいので、チャンネル登録の強制はしないですけど、これを機にチャンネル登録をしていただけたら、アサミは泣いて喜びます。今言ったキーワードとプレゼント企画の旨だけ書いてくれればいいので、ぜひ X の DM から応募してみてください。西野カナプレゼント企画だけで構いません。期限は動画公開日から1週間とします。結果は当選した方に DM の方でお知らせしますので、お待ちください。50名集まらなければ全員にプレゼントしますし、溢れた場合は公平に抽選で決めたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、ということで今回は動画の方は以上となります。ぜひ応募してほしいかな。西野かな。ご視聴ありがとうございました。